よし、やるか。よし、ちょっと一回飲み物軽く飲んでから2分だけ、ちょっとね、もうこういうのでカロリー摂取するしかねえ。よいしょ。嘘。わかんない。ちょっと今何も、俺起きてすぐ駆けつけてここ来たから、まあいいや、ちょっとログインしよう一回。まあいいや、なんかとりあえずやばいな。何があった？え、なんかさ、あの返信できてないんだけどさ、今起きてすぐここ来たから、4時ぐらいにさ、純一から通話が来てたのと、あとお母さんからも3回ぐらい通話来たんだよ。16時13分って書いてあって、さっき、あ、もしもし、お疲れっす。お疲れです。お疲れ様です。ちょっと今ログイン中で、はい、ちょっと今あの配信つけてコメントの流れでちょっと察したんですけど、はい、申し訳ありませんでした。いや、申し訳、いや、もうちょっとどういう状況か分かんなくて全然あるんですけど、ちょっと一回、今ログインしてます。あともう少しです。あ、はい。え、結構やばい？コウスケが、うん。なんかもうパワハラに耐えかねて、仲間になりたいって来たんすよ。うんうん。鴨の橋と約束してたみたいな感じで。うんうんうん、で、俺らはそれを入れてしまいました。それが、嘘だったらしくて、僕らは、コウスケを家に招き入れてしまい、外側からは京ちゃんのロケットランチャー、内側からはコウスケに殺されて占拠されました、うん、今の場所を。あ、じゃあ、じゃあ、今までのあのコウスケのやり取りは全部嘘だったってこと？はい、全部奪われました。スカルも全部京ちゃんとの画策だったってことか。はい、いや、でもこれはあのコウスケを生半端に信用し、家に入れてしまった、こちらが僕の責任です。はい、いやいやいや、もういや、やっぱその京ちゃんの怒りをやっぱヘイトを買ってしまったっていう、これ上司の責任ですよ。これはやっぱちゃん、多分ね、何もなかったら俺がね、やっぱあの右京地さんを撃たなかったと思う、そうなんなかったと思うんで。いや、そんなことはないですよ。そんなことないです。いや、でもまずね、俺ら二人しかいないのにね、うん、やっぱり上司の判断を仰がずに、やっぱりこちらで勝手に判断してしまった。判断して、ちょっと待って、で、待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これどういうことだ。これすべて奪われました。中から入られて。あ、本当だ。何も、え、でも、いや、でも家はあるけど中身はないです。多分ロケランの弾とかも、なんか多分大事なものは全部奪われました。え、はい、そ、いやいや、もうそんなね、そんなことない。そのね、やっぱスナイパーライフルの練習でたまたまやっぱそのね、右京さん狙った人が右京さんだったっていうさ、あれでやっぱ2人がいない間にさ、やっぱり北のさ、イエティが怒ったっていうさ、切れたっていうちょっと話を受けて、まさか俺とカモさんが寝てる間にこんなことが来るとは。多分それも狙ってたのかもしれないですね。いや、もう、いや、ちょっと待って、大丈夫だよ、大丈夫、またね、また再建しましょう。うん、ありがとうございます、ね、いや、もうしましょう、できる限りのことしましょう。うん、ありがとうございます。え、なんかさ、ん、ちょっとこれかけた方がいいかな。ちょっと待ってて、ちょっと待って。あ、ごめん、画面がね、ごめん。ちょっと順一から14時14分に電話がかかってきてるんだよね。その時に起きた。そうです。それ何、順一も一緒に、まあ、逆に助けてくれるみたいな話になって、俺らが襲われてる時に、うちのさ、母親からもさ、鬼電が来てるんだよ、この16時14分に。それはわからないっす。なんか起きてって
LINE が来て、めちゃくちゃ電話が来てて、それは加藤さんが母親に連絡したってことなのかな。いや、そんなことは、配信で見ててまずいってね、ツイッターとかでもなってて見ちゃったのかな。あ、そっか、母親が配信見てたのかってことか。これさ、現実的なところを考えると、はい、ちょっとね、今日やることはやっぱりどうしてもね、北のやっぱ加藤軍に対してロケットランチャーいっぱい撃ちまくろうっていう話だったんだけど、はい、ちょっとまあ、いわゆるあれだよね、倍返ししようって思ってたんだけど、うん、ちょっとあれだね、ちょっとどうしてもきつそうな場合はちょっと僕が頭下げて同盟組ましてもらうしかないかな。こん、うん、やっぱそれしかないですか。ちょっとこればかりはね、皆さんの多分お給料もきっと減ると思うしね、立場もね、立場も減りますよ。立場も減るというか下がりますよ、やっぱり。それも奴隷ですよね。そうですね、美穂さんも多分どんなね、恥ずかしめや屈辱を受ける、もう僕からじゃちょっと止められない場合もあるんですよ。はい、ちょっと僕できますよ、もうできることは、はい、ちょっと僕裸一貫で行ってきていいですか。あ、いいんですか。俺らも3人、あ、でも3人で行くのあるか。さ、理由ですか。あ、カモさんは、カモさんは、カモさんまだ寝てますね、多分。あ、オッケー、そうそう、もうそりゃそうだよな、うん、カモさんと揃ってから行きますか。どうします。いや、これいや、でもどうなんだろうな。でもカモノアシは多分それに反対すると思うんだよな。どうなんだろうな。まあわからないけどね、うん、ただちょっとできることがかなり少なくなってきておりまして、まあとりあえず、うん、とりあえず俺らはちょっとあれだな、ファーム拾いに行くしかないか。そうだね、まあ幸い弾はちょっと残ってるから、はい、はい、防護服とかは、防護服もあれどっかにあったはず。あ、そう、ちょっと見てみるね。そのちょうど4時ぐらいにその、はい、斬撃が起きて、はい、じゃあ そのままずっとこういうふうにここで2人で、はい、一応、はい、壁とか直してました、すみません。あ、いや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 、あ、それは悲しい思いさせたな。いや、本当に優しい、ありがとうございます。よし、再建しましょう。はい、できることをやりましょう。ゆっくりでいいですよ、ゆっくりでいいです。僕は、まずは、まあ、食料がね、なくなったとかっていうわけではないですから、オッケー、よかった。じゃあ、まあでもよかった。でもさ、あの、ゆうたがこうやって頑張って作った家がさ、あってよかったよ。なんか配信つけてコメント見た時にさ、さら地になったぞとかって書いてあったから。いや、でも気持ちはさら地に一回なったんですけど、うん、まあ確かに気持ちは思ったよりは、思ったよりは、まあ壊されてはなかったかなっていう。そうだね。ただあれですね、2階の物資、2階の門とか全部根こそぎ取られてます。中身は2階スカルも全部。ああ、スカル全部。あ、スカルは全部行かれてます。ああ、そうだよね、確かに。そっか、28個あったスカルが、はい、ゼロです。そうか、それはやっぱり容赦ないね、相手も。そうか、ただ僕は一番許せないのは、うん、父ちゃんはまあヘイトを買ったからいいと思うんですけど、僕、うん、ポスケだけは絶対に殺します。そうだね、はい、なんか今この状況を考えると、はい、コースケ君はかなりあれだね、三段的に、はい、川本さんをね、あんだけ、はい、ね、僕らとの通話を、川本さんあれだよね、あの LINE で話したもんね。そう、確か、はい、あの時からもう裏切るつもりだった、裏切るつもりだったんだよね、最初から。裏切る気満々で、で裏切る口実ができたってことだよね、彼には。うん、そうですね。